はいどうも、物件クッキンドゥの時間です。本日はこれを使います。サバの味噌煮、そして玉ねぎのみじん切り。まずぶちまけてください。お皿に入れましたらですね、このぐらいだったらいいかな、まあ、ちょっとね、僕はですけどいつもこうほぐします。そしてよいしょ、使ってるねお味噌が多いじゃないですか、これがねよいしょ美味しいのでね、ここに玉ねぎをみじん切り、まあどんな切り方でもいいですけどね、僕はです、僕は。はい、ここに、いつも、ブヒポテで使ってるチーズ、これをねよいしょ、ちょっとやりにくいな、OK、ラップをして電子レンジで入れましょう。そんな感じで完成しました。サバの味噌煮チーズ、意外に美味しいんで、やってみてください。そんな感じで本日の宴は、いつものブヒケンサラダと、この前八木くんのお兄さんがお土産で持っていてくれた、このキュウリの漬物、そしてサバでガンツクいこうと思います。ちまちょんめんめ出てるね、ちょっとめんめふこまってね、これちま野菜ね。はい、美人ちゃんになりました。美人ちゃんですね。そんな感じでね、よいしょ、いただきたいと思います。あ、今日も暑かったな、ちま。まあ今日はね、そこまでね仕事ができなかったんですよ。ちょっとオークションでね、いろいろちょっとね、出すものをねいろいろやってたんで、でまたパソコンの調子が悪くて、ではお疲れ様です、ちまちゃん。残念にちまに応援するぜ。分かってるよ、チマニョン。これが食べたいんでしょ、これが食べたいんでしょ。お前のお気に入りだよ、これは、チマチョン。はい、鶏しゃしゃみ。熱い。どれどれ、ほじゃあサバチーズ久しぶりにいただこうかな。このね、味噌とチーズがなかなか合いましてね、これサバじゃなくてもね、ナスとかのね、焼いてね、甘味噌かけてね、こうチーズかけても美味しいんですよ。いただきます。ここうまい。うめえ。ブロッコリーがあればな、このタレにブロッコリーつけても多分美味しいと思いますよ。今思いついた。このピリ辛のキュウリの漬物にこれが合うんじゃないかな。ほら、新しい発見。マジか。あ、これは焼酎だね。いやいや、これうまいな。新しい発見ですよ。この八木くんにいただいたセブンイレブンのこのキュウリの辛いやつありますよね。よいしょ、これにこのサバのここのチーズと玉ねぎと味噌が混ざった部分を、やべえ、新種のモロキュだこれ。これうめえな。ここで、いやー、焼酎に合うね。あ、まだビールも残ってた。あ、ごめん、ちま一人で盛り上がってた。どうぞ。最近キュウリ出すんですよ、ここにやろう。鶏のささみに味を占めやがったな。いやいやいや、もう宇宙で食べちゃったな。
新しい発見です。めちゃうまかったね。くつろいじゃってんじゃないか。はい、本日もって3日ぶりかな。締めはあおさそばでございます。おいしそう。ちむちゅん、くつろいでるね。本日のトッピングは、青さと大根おろしとベランダの家庭菜園の青ネギと納豆でございます。納豆大粒です。冷蔵庫に残ってたやつをね、大粒2つダブルで入れました。さあ、そんな感じでちょっとね、美味しいんですよ。美味しいしね、また焼酎に合うんだこれが。いや、本当はちょっともう日本酒いっちゃいたいんですけど、ちょっとね、僕日本酒をね最近ちょっと控えてるんですよ。なぜかというと、お医者さんの言葉をちゃんと聞いて数値を下げないと手術ができないっていう話をされてから、なるべく努力してるんです。これでもこれでもね、ねえ、そう、今すぐにでもやりたいってね、お医者さんは言ってるんですけどね、ちょっとお金がないので待ってくれと。まあちょうどね、数値が高いので傷口が塞がらないからちょうどいいですよ、ね、よーみたいな感じなのでね、なんとか頑張って、命をつなごうと思っています。ではいただきます。